財務副大臣は日本の財務省を担当する副大臣。財務省庁舎中央省庁等改革基本法に基づく中央省庁再編により2001年1月6日に財務省が設置された。それに伴い財務副大臣が新設された。同日付で第2次森改造内閣が発足し衆議院議員の村上誠一郎と参議院議員の 若林正俊氏が任命された。財務大臣からの命を受け、政策や企画の立案、政務の処理などを担当する。国家行政組織法に基づき、定数は2名で運用されている。ただ、常に2名同時に任命するわけではない。第1次、小泉内閣では、衆議院議員の村上と参議院議員の若林が任命された。しかし、 2001年9月21日に若林のみ、退任し、公認に参議院議員の大地寺秀久が就任している。同じく第一次小泉内閣にて、2002年1月8日に村上のみ、退任し、公認に衆議院議員の谷口隆義が就任している。麻生内閣では、衆議院議員の竹下渡ると、平田孝一が任命された。しかし、 2009年3月26日に平田のみ退任し、その後しばらくは公認は置かれず、欠員が生じた。平田の退任から4日後、公認に衆議院議員の石田正都氏が就任している。ありがとうございます。